元モーニング娘。のタレント、藤本美貴、38、が12日、東京、有楽町のヒューリックホール東京で、デビュー20周年の最終日を飾る記念ライブを開催。昼公演はハロー。プロジェクト時代の盟友、後藤真希、37、や、エブリーリトルシングのギター、伊藤一郎、55、が出演して盛り上げた。途中、元モームス。で、元テレビ、東京アナウンサーの今野浅美、35、と藤本と同期になるモームス。6期メンバーの田中玲奈、33、が登場。モームス、の、ゴーガールから恋のビクトリーや、カントリー娘。に今野と、藤本、モーニング娘。の、浮気なハニーパイを披露し、盛り上がりは最高潮に達した。二男一女に恵まれ、昨年 YouTube チャンネルを開設するなど、芸能活動を再開させており、藤本が、また北海道から呼ぶから来てねと再共演を促すと、大きくうなずいた。庄司は、開口一番、その説は本当に申し訳ございませんでしたと謝罪し、落ちこぼれの卒業式やりましょう。モームスの先輩で、不倫不祥事で、謹慎期間のあった矢口真理も呼んで、合同卒業式と提案。藤本も、私に垣根はないから、ハロプロの枠も超えて卒業できなかったアイドルを集めて、合同卒業公演をやりましょうと、ノリノリだった。